前はどうだった？また迷えるキノコを導いてしまった。マムの占いはどうだった？また迷えるキノコを導いてしまった。これおいしいよ。本物よ。一緒のお祭り楽しいね。マムの占いはどうだった？キノコを導いてしまった。ナンジュラの罪は許されない。今こそ真なる世界に導く。いいぞ教官、もっとだ、もっと楽しもうぜ。マムの占いはどうだった？また迷えるキノコを導いてしまった。ねえアビ、私アビの役に立てたかな？ああ、お前は俺の新キャラマムルの使ってみたまとめ。重力バリア、ダメージウォール、地雷の3ギミック対応で天魔の古城空中庭園第3の園で活躍。アビリティの飛行付与や友情コンボセットは味方のサポートができ優秀。触れた敵の弱点倍率を一定期間アップさせる強力な SS は1段階目8ターンから使用できる。我々から何を奪おうというのだ。新キャララクリーの使ってみたまとめ。ダメージウォール、地雷、減速壁、転送壁の4ギミックに対応し幅広いステージで活躍できる。魔封じ L を所持し魔人と魔族に対して滅法強い。味方の機動力がアップするバブリーギフトはクイックチャージショットとの相性抜群。パワーがアップ&最初に触れた壁に加速壁を貼る SS は1段階目8ターンから早めに使用できるのが魅力。世界に破壊をもたらすであろう。我は復活、世界に破壊をもたらすであろう。スペーシュデブリは別腹だもん。オイラが全部平らげちゃう。スペーシュデブリは別腹だもん。オイラが全部平らげちゃう。新キャラムースタンの使ってみたまとめ。ダメージウォール、地雷、転送壁の貴重な3ギミック対応。清掃以来2体目となる超強リバースダンクレーザー EL を所持し、ダウンポジションキラーが乗ればさらに強力に。触れた敵の攻撃ターンを増加させるエセンスはピンチの時に役立つ。新イベント超新星エンタメディアは7月2日火曜日12時より開催です。お楽しみに。